ラットトーク,トトークさあ始まりましたエスパルスを愛しエスパルスに愛されてるかは置いといてエスパルスの勝利だけを考えているエスパルスファンによるゆるいトーク番組フラットトーク今日もいつものメンバーのキャント千代と支部長の3名でお送りいたします皆さんよろしくお願いしますお願いします やったよーや,った、ね、やったよやったよやったよたふるさとのお母さん俺やったよ <laughs> もう俺やったよ,もう,ったよもう毎週毎週ね、ー本当についに来たよついについについにホームで勝利ですおめでとう おめでとうやったぜ <laughs> もうこんな夜ぐらい飲んでもいいだろ酒を止めるなベイビー潰れて寝るだけさとか言っちゃってますけど皆さんいかがお過ごしでしょうか?「長寿フロム沖縄のソングでに始ままりした長寿フロム沖縄」のソングで「陽気に始まりました、ね、のプラットトーク」でございます。 テンション高いですねさすがに。もう今日は高いわ。<laughs> もう本当にね、もうすっぱだから街中歩いてやろうと思ってますよ本当に。<laughs> <laughs> <laughs> もうもう今日はねそれでね捕まってもねもう笑顔で答えられます本当にすみませんでしたって。<laughs> <laughs> <laughs> いや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 ーねテンション高い冒頭から始まっちゃいましたけどもいやーホーム初勝利でございますおめでとうございます。 ととうおめでとうあありりがが本当にはははははいいいいいもうね今日はね言いたいこといっぱいあるんだけど<わ>いっぱいあるんだけどまあちょっとそこはねあのクールに置いといてですねもう暑くなったんで置いといて、うん、じゃあ今日もプラットトークをやっていきますぞはいやっていきましょうやっていきましょう、うん、じゃあ今日はですねもう今日は前半後半とかもいいやもう。 よかった点あ挙げてこうもね一人ずつ良かった点を聞きたい、俺は。いいじゃあ、今日あれだよね、千代くん見てるんだよね。あ、ば千代くん見てるね。よし、よし、よし。よし、来た。よし、来た。じゃあ今日はもう、トップバッター千代くんから行こう。いいですかじゃあ。どうぞどうぞ、行きましょう。今日ね、もう完璧、完璧ですよ。言うことないですけど、個人的に何が良かったかというと、 追加点が取れた時間帯。あお。なるほど、なるほど。もう、あれだよね。2点目は前半のロスタイム。ロスタイムね。ロスタイムね。で、3点目がもう後半、開始早々じゃん。そうね、そうね。これの時間帯は完璧じゃないですか。完璧だね。完璧。取れたことも良かったんだけど、時間帯もすげえ良かったし。 今までね追加点がなくてどんだけ同点にされてきたかっていうのもそうねそうね追加点が良かったかなとやっぱあるとと全然違う全然違うね全然違うと思いますはいそんな感じですね了解です了解ですだってもうんか俺おかしくなってるじゃああのキャンさんいいですか 聞いてもはいえっ、ー、とね僕はねあの追加点千代君の言った追加点ちょっとかぶるかもしれないけどやっぱ片山のゴールーあの3点目<ー>あれってさこう流れがすごく良かったじゃん。良かったね良、うん、かったよったね、うん、ここでっ、えー、とエウソンがシュートパンパンってっ2つはじかれたけど<ー>あのそれからユイとがこう粘ってシュート打ってくれたじゃん。 うん、それからのコーナーで、そうだね。そう,だねそう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 。うん、これでさ、あの今までにはない感じのコーナーだっけじゃん。え、そうね、そうね。そう、うん。そうね。エウソンがさ、スペースみたいなね。そうそうそう。うん、後ろからさ、スペースに走り込んできて、うん。これでちょっとタイミングずらした感じで、こう中村がうまく上げて、うん。 まあエルソンじゃなかったけど片山がうまく合わせてゴールみたいなのさそうだねそうだねえそんなことできちゃうんだみたいなさ早くやってよみたいなねそう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 う。確かにずらしたねキックのタイミングずらしたよねそう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 うう。ーわすげえいいんだけどそうねそうねなになにみたいなさ そう、なんか狙ったのがドンピシャリって感じのね、当たり方だったもんですね。うん、そうもうすごい上がったよね。うん、あれは。うん、そんな感じ。ですな,なるほど、なるほど。うん。そう、あの、私のポイント、ちょっと、あの、大きな、大きなポイントというか、なんだろうな。うん ちょっとそのじ試合通してのポイントになっちゃうんだけど、その点を取ったとかそういうのではなくて、今回すごい効いてたなって思ったのが、中村啓太選手と宮本浩太選手の,あのダブルボランチ。ああ聞いてたね、うんうん、だいぶ効いてたんじゃないかな、攻守ともに。前に飛び出してつなぎ役、前の押し上げも良かったし。 あとそれこそさっき言ったコーナーキックのの狙いも素晴らしかったしあと、なんと言っても宮本選手の守備の読み何回パスカットしたよっていうぐらい一発狙いのカット多かったじゃん、すごくあそこからカウンター発動してたことって結構あったからそれがねすごい良かったなと思って試合が締まったよね。 今までの試合と違くて。うん。そう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 。うん。でさ、宮本さ、あれじゃない割とさ、こう、攻撃に関しての意識すごい高かったよね。高かった高かった。高かった。なんか、今日、シュート3本、4本打ったしょ。あ打ってたね、打ってたと思う。打ってたと思う。で、あの、前半のさ、あの、アディショナルタイムの追加点の起点のシュートって宮本じゃんああ、そうだね。ねえ。 なんか今日気合入ってんなと思ったよね。思った思った。ね。んかさ、前半でさ、エブソンと被ったときあったじゃん。あったね。あったね。あったね。もう、あれもいいきっかけだったのかなとも思ったけどね。あそこ多分遠慮したじゃん。エブソンに譲ろうとしたじゃん。譲ろうとしてた、譲ろうとしてた。そうじゃなくて、もう自分がどんどん打っていこうみたいな意識にもなったのかなみたいな。 うんうん。まあ、あと、なんか。後半監督とかにも言われたんじゃない。もう、う、打て、みたいな感じで、打つなら打て、みたいなさ。あの、なんか、あの、二人がお見合いした時の、こう、ロティーナ監督。カメラ抜かれた時に。何やってんだよ。みたいな。<laughs> <laughs> そう。<laughs> お前ら、何やってんだ、みたいな。<laughs> ベンチの方にすぐ戻ってた。<laughs> そ,うそ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 う。<laughs> そう。それ,それ。あったあったうん。 そうそうそうあのシーンがねそううんだからねえあとは今日は結構どこを取ってもよかったなっていうのがすごく光った試合だったよね本当に本当とですねだって全員いいとこあるもんめちゃめちゃほんめっちゃよかったそうねうん本当にね奥井選手すいませんあの名古屋戦の時にあんなこと言ってすいません いやよかったよ今日 <laughs> よかったよかった戦えてたよ、うんうん、戦えてた、うん、でもねやっぱああいうさ戦う姿勢って見てて気持ちいいじゃないやっぱり気持ちいいねそうなの、ねうん、ああいうところなんだよなやっぱり見たいのあのさ、うんうん、あの奥井選手がさあのーうん、福森選手に変わるときとこのさシーン見た 見た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 すげえ喋ってたねそうそれでさ背中ポンポンって押してさもう何言ってるか分かんないけどもう頼んだぞみたいなさ感じすげえ伝わったよね伝わったあれは伝わったあれめっちゃいいじゃんと思ったきていい思った思ったねえ思ったねうんやっぱ今日は何だろうなんか あのー、試合終わった後のさ解説の柱谷さんも言ったけどこう年12ですごいハマる試合があると思うんですよねとかって言ってたんだけど多分それなのかなっていうぐらい、うん、なんかそあのちょっと。 あの今までこう僕が話してたことが申し訳なくなるぐらい、<laughs> <laughs> もう、あの、聞いて、今、もう土下座しながら話してるから、<laughs> 土下座しながら話してるんで、本当 <laughs> 申し訳なくなるぐらい、全裸で、全裸で土下座してます<田>でね <laughs>、はい、生まれたままの姿であの、頭下げながら、あの、マイクに向かっております。<笑><笑>はい。そう。あのー、ぐらいね、本当に良かったな、うん、もう、うん。 良かったなばっかりで、なんかすごいポイントがあんまり出てきてないんだけど、うん、あのね、あの守備の形としてもね、あの狙いどこ定め,定めてて、あの結局取る,取る位置が定まってたっていうのと、あと、多分それが分かってたからこう、ディエゴ・オリベイラ選手が下がってきてたじゃん、後ろに。うんうんね、トップにいなかったじゃん、うん、だから、それも一番,一番いいポイントとなってたところでもあって。 やっぱあんだけ決定力とキープ力のある選手が一番トップで張られてたらね、やっぱ一番怖いけど、あそこまで下がられてたらさ、うん、まだ良かったし、で、多分清水はそれを意図してやってたっていうところも、ね、良かったのかなと思ってたし、やっぱ相手にボール握られたのパーセント %?63%、ボール支配率。 FC 東京が。で、清水が37%とか、それぐらいだったと思うんだけど、うん、なんか、そんなに握られてたっていうイメージがあんまなかったんだよな、多分ちゃんとシュート打ってたからだと思うんだけど。うん。で、うんね、なんか、そんな感じした、うん、前半は、試合始まって、うん、初めのほうはやっぱ、もたれてるなって印象ではあった。うん、まあ、今までのエスパルスのね、イメージもあったから。 ああ、なるほどなと思ったけど、なんか、まあ、先生で撮れたから、よかったみたいな感じしたけど、でも、本当怖くなかったって感じかな。そうだね。そうだね。そのすごい決定機もなかったしね。うん、そうだね。うわ、黒さん。うん。こ全然仕事してないんじゃないそうだね。今日は。うん。 うん、ペナルティーエリア内でうわやべえっていうのはそんなになかった気がするな。うんうん、そうだ、ねうんうん、でもなんかちょっと新しい形なのかもねこうやっぱ守備からちゃんと入って、うん、ちゃんと狙いどころをあの試合の中で定めていってであの、まあ、今日みたいに嫌な選手をペナルティーエリアの中からあの外に出してっていうさ で、うん、あの、やっぱちょっと、なんかいつもよりカウンター的な要素がすごい多かったのかな。地高,地高っていうよりかは、カウンター的な要素がね、ちょっと多かったじゃないうん。しかも高い位置で取ってもショートカウンターみたいな感じで前向くことが多かったし。うん,うん。うん。そう。なんかね、あのー、今日地上波で見てたんですけど。はいはいはい。あのー 後半かな、後半の飲水タイムのときに、本田、うん、がコーチに、ボランチ、うん、の前を潰した方がいいみたいなことを、うん、コーチに言ってたみたい。だから選手の中で、あそれをね、うんあの、ピッチレポーターみたいな人がね伝えてくれたんだけど、うんうん、あ、そうなんだ,そうだから試合中、やっぱ選手もそうやって。 感じたことを言ってるなるなほどなるほどど、ねまあ、そこどういうふうに意図でね、うん、改善させたかはかんないけどでもたし、うん、確かに確かにボランチの選手ボランチで出てる選手変わってるんだよね、うん、あの東選手うんうんそうそうそう東かそう東選手かなううんそうだからやっぱ そこが手詰まりになったかもきっとあったんだろうねきっとねうん、うん、相手側も、うんうん、あと唯一ちょっとうわーって思った点が僕1個だけありますうん多分皆さん一緒ですうん最後中山決めたかったねーうわーそれねほんとそう <laughs> シュートまで完璧だったからね完璧だったんだよねあ,<ー>あれあ<ー>あーだからこそだよあれは決めたかった、うん でもね、多分ね、あれを決めたら、本当になんだろうな、もう次、もう一個上の選手、一皮むけるんじゃないかなって思った。さらっとさ、ほら、決めていくじゃないやっぱ、うまい選手ってさ。うんうんょう、クリーンシートだしね、うはクリーンシート、完璧。うん もうなんかさ良かったしか言ってないね我々ほ本,、ね、<laughs> 本当にそろそろラストのお時間が近づいてまいりましたは<や>早いんです勝って話してるとこんなにも早いんです <laughs> もっとあとねあの明日の朝ぐらいまでは話せるんだけど <laughs> あのねそろそろお時間が来ちゃったということでね、うん あのまあ、今回こう、こういうふうにようやく、ね、ホームで勝利を収めたということなんですけれども、でもこれはねただ1回のきっかけにしかならないと私は思ってます。なので、うんまあ、勝って兜との王を締めようじゃないけれど、ねあのー、もう一度自分たちのサッカーを見直して、次の試合に、えー、結果を残すように、えー、頑張っていただきたいなと、我々プラッ とトーク一度思っておりますので、選手の皆さん、チームの皆さん、何とぞよろしくお願いいたします。というわけで、本日もプラットトークご聴取くださいましてありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いいたします。あと、Twitter もやっていますので、ぜひフォローお願いいたします。では、また次のトークでお会いしましょう。グッバイ ありがとうございましたありがとうございました